もともと写真を始めたきっかけがダイビングを趣味でやってて、そこから写真を始めたので、水に関する作品がとても多いんですけれども、自然と人間の共存というかコントロールっていうのが、それをテーマにしていつも作品を作ってます。ライティングは極力シンプルが私の基本のモットーとしているライティングで、まあ、自然にあるもの、生活の中にあるものからヒントを得て全てライティングしてて、今回も太陽の光がちょっと注いでいるようなライティングをしてます。バレエ団のプリンシパルの小池美穂さんとフリーダイバーの篠宮良三さんを使ったんですけども、小池美穂さんに関しては、まあ、表現力がとてもやっぱ素晴らしいので、泳げないって言ってたのにもかかわらずすごくらしい演技をしてくれたと思います。篠宮さんに関しては表現力というよりかはその100メートル以上積むので泳げるギリギリのところで戦っているっていう、僕のコントロールにちょうどコンセプトがあったと思うので、それで起用しました。人間はなんかいろんなものをコントロールしようとするんですけど、コントロールできるものとできないものがあって、でもコントロール全くしないとそれは自然とかいろんなものに負けてしまう、なすがままにされてしまうんだけど、でもある程度はコントロールしないと生きていけなくて、その境界線というか共存というか、そういうのを作品に表そうと思って、絵画とか CG とかの差で、写真って完璧に計算されたものであるのなら写真じゃなくて絵画とか CG の方がいいと思うんですよね。だけどそこにどれだけ偶然性を入れられるかが、写真とかそのカメラを使ったもののアートの醍醐味だと思うんですよね。その時しか映らないっていうか、だからどれだけ僕は偶然性をその写真の中とか作品の中に入れられるかが勝負だと思ってるんですよね。デジタル化することによって因果死っていう束縛から離れたわけですよね。なので全てのものにプリントできて、そこが逆になんか科学的なものからアナログ的、もっとノーマルに戻った、そこがもう面白いみたいな。なんでいろんなものマテリアルを使ってみたりとかするんですね。池谷智秀です。水に関する作品をたくさん撮っていて、今回はこのブレスっていう水中の作品を撮影しました。